いつもご視聴ありがとうございます。今回は5月ロングカバー戦略やっていきましょう。今回の動画の内容はこのようになっております。ロングカバーで長期認定を取る。ロングカバーとは実際に長期保有をするわけではなく、その認定条件をクリアする手法のことです。5月11月は最もカバー価値が高いものが揃います。今回は5月をスタートに目指していく銘柄のみを取り上げます。11月期銘柄で、この5月に手順を踏むべき銘柄は、後日別動画にて取り上げます。長期保有条件を抜く、ロングカバー戦略についての動画も用意しております。それぞれの銘柄に設定された、長期と認められる条件を読み、それをクリアしていきます。ぜひこちらもご確認ください。説明欄にリンクを貼っておきます。年間1500銘柄を超える株主優待実施企業すべてを調査しています。ここだから見つけられるを目指しています。それでは行きましょう。まずは今回取り上げる銘柄の基準日です。この1日が終わる時に株を持っていること、これが記録させるということになります。それまでの経緯は一切関係ないので、ご注意ください。裏基準日とは半年先にある権利の基準日であり、この基準日が重要な銘柄もあります。5月11月は年間を通してみても、最もカバー価値が高いと思われます。ここをしっかりとカバーしていくことで、先を考えると大きな差ができてきます。手順はそう難しいものでもありませんので、未来への種まきと考え、取り組んでいくといいと思います。まずはハニーズです。1年以上継続保有条件で、100株3000円相当優待券で、市価は2540円を見込みます。300株以上の区分も用意されていますが、ここでは省略します。参考利回りは100株基準で 1.48% です。クロス取引において、利回り 1% というのは上位銘柄の指標となるレベルです。さらに5月は閑散期であることを考えると、見た目の利回り以上に魅力があります。5月はここの権利を持っているかどうかで、パフォーマンスに大きな差が生まれます。カバー方法としては、SMBC 日興証券が中心でしたが、今年は SBI 証券でも対象となっていることが確認できます。今後、SBI 証券でもロングカバーができるのであれば、戦略の幅は大きく広がります。共に一般信用でのカバーが可能となっています。ハニーズに関しては、個人的にかなり評価しており、昨年からずっと保有転換すべきとしています。保有転換評価は、星5の最高評価をつけられる銘柄です。保有をうまく使ったクロス運用も可能で、活用例は幅広いですが、ここではあくまでもクロスで取りに行く場合を想定しています。保有転換に関しての動画は、後日アップ予定です。当然、言うからには保有転換済みです。何の不安要素もなく、完全放置で問題ありません。還元が維持、継続される限り、売る理由もない銘柄です。確定基準日は年1回の5月のみ、認定基準日は年2回あります。さらに単元指定がありますので、各基準日で100株以上が求められます。カバー方法としては、今回から目指す場合、5月末にカラクロス、または現物保有で通す、11月末にも同じくカラクロスか現物保有、そして来年5月末にはクロス、または現物保有によって、権利を取れます。この際、単元未満株も合わせて取得することで、その後の幅が広がると考えられます。こう見ると、一見めんどくさそうに思えるかもしれません。ただ、スタート基準日はこの5月しかありません。ここを逃してしまうと、最悪2年先まで権利を得られないことを考えると、後からこの一手間が大きな差になってきます。最近は裏の基準日、11月であっても SMBC に移行証券で在庫が出る可能性も高いので、カバー難易度も高くはありません。カバー評価は星5、極めてカバー価値は高いでしょう。日本気織です。1年以上継続保有条件で、100株、1000円相当クオカードです。参考利回りは100株基準で 0.74% です。0.7% は年間で見れば大きなリターンではありません。ただこれを5月に絞ると話は変わってきます。今年のように一般がほとんど出ていないような状況になっても、1年条件があるここは殺到しづらく、楽々取っていけると思います。カバー方法としては、SMBC 日興証券が中心でしたが、今年は SBI 証券でも対象となっていることが確認できます。
共に一般信用でのカバーが可能となっています。確定基準日は年1回の5月のみ、認定基準日は年2回あります。さらに単元指定がありますので、各基準日で100株以上が求められます。カバー方法としては、今回から目指す場合、5月末にカラクロス、11月末にも同じくカラクロス、そして来年5月末にはクロスによって権利を取れます。この際、単元未満株も合わせて取得することで、その後の幅が広がると考えられます。カバーの例です。この例では SMBC に移行証券で5月にクロス、11月は1日保有で果敢に攻めて失敗、そして今回5月が3回目に当たるため、権利を取れる見込みとなっています。5月は一般で余裕でカバーできます。11月はもしかすると制度が中心になるかもしれません。ただ、そこまでリスクは大きくありません。業績や配当などから、保有転換までは見ていない銘柄で、クロスカバーが無難でしょう。カバー評価は星3とします。多少のリスク許容度は必要になると思います。坂田の種です。1年以上継続保有条件で、100株1500円程度の商品です。内容はかなりいいと思います。参考利回りは100株基準で 0.26% です。これは商品価値を950円査定とした場合です。利回りとしては低いです。ただ、簡単に取れるのは魅力。カバー難易度もかなり低いと思われ、カバーする価値はあります。カバー方法としては、SMBC に移行証券、SBI 証券でも対象となっていることが確認できます。共に一般信用でのカバーが可能となっています。確定基準日は年1回の5月のみ、認定基準日も年1回の5月のみです。基準日が年に1回の銘柄はエディオンと同様で、甘い可能性が高いです。さらに単元指定もありませんので、このケースでは5月末に1株を同時記録させるだけで、認定を取れる可能性が高いです。カバー方法としては、今回から目指す場合、5月末にカラクロスに単元未満株1株を買って、同時に記録させます。そして来年5月末にはクロスによって、権利を取れる可能性が高いです。ここは中間配当がありますので、その際に株主番号が変化する可能性が高いです。そのため、1株は必須です。しかし、5月末に101株として、そのまま1株だけを残して認定を取れる可能性が高いのはかなり甘いです。認定条件が甘い可能性が高い中で、簡単に取得可能。11月に何かアクションをする必要もなく、管理する手間もありません。利回りとしては高いわけではないですが、圧倒的に手間がかからないため、評価は星4、高評価とします。誰でも目指せる可能性がある銘柄です。メディカルネットです。1年以上継続保有条件で、100株、1000円相当クオカードです。参考利回りは100株基準で 2.73% です。利回りとしては5月トップクラスを出せます。しかもクオカード、これだけを見ると、相当カバー価値が高そうですが、同時に難易度もかなり高いです。現在貸借取引は停止中となっていますので、短期保有や1日保有といったリスクを伴う戦略が必須です。カバー方法としては、証券会社を問わず、短期保有以上が求められます。クロス取引は現在不可能です。確定基準日は年1回の5月のみ、認定基準日は年2回あります。さらに単元指定がありますので、各基準日で100株以上が求められます。カバー方法としては、今回から目指す場合、売り停止措置が解除されない場合、5月末に短期、1日保有、11月末にも同じく短期、1日保有、そして来年5月末にも短期、1日保有が必要です。この際、単元未満株も合わせて取得することで、その後の幅が広がると考えられます。ロングカバーの実例です。現在は売り停止となっていますが、昨年は制度も可能でした。現在は不可能であり、すべての基準日で短期保有以上が求められます。優待特化株とも言えないため、短期1日保有の難易度はかなり高いです。認定条件が厳しく、カバー方法も万人向けではありません。かといって業績もかなり厳しく、保有転換にも向きません。成功時の利回りは高いのですが、難易度も合わせて高くなっています。カバー評価は星2とします。その他の銘柄です。コスモス薬品は継続なしでも5000円、
1年以上継続で7500円とグレードアップします。成功時はプラス2500円と大きいですが、認定条件が厳しすぎます。コスモス薬品で長期を取るには年4回を100株以上で追加させなければなりません。権利のつく5月11月はもちろん、2月と8月にも100株以上の記録が必要。この株価でそれぞれクリアしていくのはかなり厳しく、よほど資金がなければ目指す価値は低いです。評価は星1とします。ツルハホールディングス、こちらも継続なしで2500円相当、3年以上で3500円相当です。まず3年は長く、よほど甘い条件でなければ狙うものではありません。そんな中で単元指定があり、11月15日でも100株以上の記録が必要。現在はウェルシアとの統合もありますし、この先優待が3年続くかは微妙なところ、あえて目指す必要はないでしょう。タマホーム、継続なしでは500円クオカード、3年以上継続で1000円クオカード、こちらは年2回です。成功時はプラス500円とおまけ程度、一方で年2回ですから恩恵は2回受けられます。パッと見は連続クロスで認定されそうですが、実はコスモス薬品と同じく2月8月にも総株主通知請求が出ている履歴があります。つまり年4回基準日である可能性があり、そうなると全く目指す価値はありません。以上、今回は5月ロングカバー戦略やっていきました。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。